主にですね、なんかうまくいかないぞというふうな気持ちがしたときにですね、ちょっとこんな視点で考えてみたらっていうのを、まあ、元人事部長の目線でですね、ちょっとお話ししたいと思います。はい、皆さんこんにちは、山際です。今日は就活生向けのコンテンツにします。タイトルはですね、就活がうまくいかないときに見るとどうかというタイトルで、お話ししたいと思います。さて、就活生の皆さん、大変ですよね、いろいろね。リアルで会えないし、なんか慣れないね、オンライン面接で話さなきゃいけないし、面接官はパソコンや携帯の向こう側にいてね、自分の伝えたいことは本当に伝わったんだろうか、とか、あるいは面接官に、まあ、質問したかったんだけど、うまく質問できなかったなとか、まあいろんな不安はあると思います。特にその業種によってはですね、まあ今の情勢で新卒採用をすごく絞っているところもありますよね。旅行業界とか。そういうところにまあずっと入りたいなと思ってた人にとっては、なかなか厳しい状況になったんじゃないかなと思います。まあ、就活うまくいく時もあれば、うまくいかない時もありますけれども、まあ、主にですね、なんかうまくいかないぞというふうな気持ちがした時にですね、ちょっとこんな視点で考えてみたらっていうのを、まあ、元人事部長の目線でですね、ちょっとお話ししたいと思います。まずその就活生はですね、私は毎年そうですね、日産に行った時はエントリーだけで7000人ぐらいいたんですね。皆さんエントリーしてくれて、それで実際に採用するのは300人ちょいってことなので、まあ 5% ぐらいですね。20倍の、まあかなり狭き門だったんじゃないかなと思います。今は多分そんな採用してないと思いますけどね、まあいろいろあって。まあ皆さん就活生っていう立場でね、会社を見るんですけれども、一方で会社の人事は中どうなってるかっていうとですね、本当に優秀な学生来てくれるんだろうかとかですね、まあ、何年か前に、某求人媒体がですね、内定者のですね、辞退率を予測して売るとかっていうなんかとんでもない事件が起きましたけど、あれがものすごく象徴しててですね、本当にみんな内定を受諾して会社入社してくれるんだろうかっていうふうに人事部は実はビクビクしてるんですよ。就活生の皆さんは自分がそう選考に通るかエントリーシート通るか一次面接通るか二次面接通るか三次面接通るか結構ドキドキするじゃないですか。企業側はビクビクし、就活生側はドキドキするっていう、まあこういう状態になっています。これはどこの会社でもそうです。規模問わず、規模が大きければ大きいなりに優秀な人材いっぱい必要だって思ってるので、採用したいんですけども、 100% 内定出した人に 100% 入社してもらえる保証はないです。ないです。どんな大きな会社の皆さんがね、皆さんが就活生の立場で内定複数もらったとしたら、まあ、3つもらってたら2つ切ると思うんですよね。で、そういうふうにですね、企業側も実は、ドキドキしてるわけですね。就活の悩みで、まあ、一番、大きいのは何かっていうとですね、焦りだと思うんですよね。周りの人は、どんどん選考が進んでいる。内定3つの4つ持っている。自分はまだ選考、どうしても2次が突破できないとかね。最終面接でいい感じだったのに通らなかったとか、こういう時にやっぱり一番落ち込みますよね。落ち込むし、まあ精神的にも辛いと思うんですよ。場合によっては10校、20校、会社の面接に行ってですね。それでそのたんびに、なんか変なお祈りメールみたいなのもらってですね、またダメかというふうに思うとですね、もう本当にしんどくなると思うんですね。ただ、ちょっと皆さんに知っておいてもらいたいことはですね、実は、さっき会社の話しましたよね。会社は就活生に選ばれるかどうかっていうのが最初に来るわけです。会社は、まあ、就活生に選んでもらえるか、応募してもらえるだろうか、内定受諾してもらえるだろうか。これが、選ばれ方に関する問題を会社側が抱えている。次にですね、まあ選ばれたと、学生さんがいっぱい来てくれたって言ったら、初めてそこで選び方の問題なわけですね。
じゃあどの人を採用しようかっていう、ここが先行になるわけですね。つまり会社の方の流れっていうのは、まず自分たちの会社が選ばれるかどうか、でその次に誰を選ぶかっていう、まあこういう問題になるわけなんですよ。就活生の場合は実は流れはこれと逆なわけです。最初に皆さんがやること、会社選びだと思うんですよね。会社を選ぶ。で、その次に選ばれ方ですよね。要するに選考、まあどうやって印象よく面接を進めるかとかね、ガクチカどうやってうまく発表するかとか、そういうことなんですけど、これって全部ですね、選ばれ方に、まあ皆さん神経がいくわけですね。実はこの面白いんですけど、会社と就活生ってやってること同じなんですよ。順番が違うだけで。選ばれ方と選び方。これで皆さん苦労してるわけですね。会社も就活生も。おそらくですね、就活生の人の悩みのほとんどは、自分が選ばれないっていうことなんですよ。要するに面接で通らない。選ばれないっていうことに、まあ、ものすごくストレスを感じるし、将来の不安とかっていうのも、まあ、頭をもたげてくると思うんですけれども、実はですね、私のこれ経験上の話なんですけども、問題は実は選ばれ方にないケースっていうのが結構あります。皆さんの努力は正しいんだけども、それが報われないケースっていうのがあります。それはもうしょうがない。しょうがないんですけれども、多くの場合はですね、最初の選び方でちょっと失敗してるっていうケースがあるわけですね。今ですね、その合同説明会とかはなくなっちゃったんで、いろんな会社のことを知る機会っていうのはね、すごい少なくなってきてると思うんですよ。つまり、実際にね、会社に入って、仕事しても、例えば転職しようとするじゃないですか。転職しようとして、次の新しい会社を選ぼうとしてもですね、これ、経験している社会人だって、選び方ってとても難しいわけなんですよね。とても難しいです。で、どんなパターンで転職が発生するかっていうと、まあ、ヘッドハンターが来て、こういう会社でこういうポジションがありますよって言って、で、そこから声をかけてもらうってケースもあるし、自分がどうしてもやりたい仕事があって、そこの業種、あるいはそこの業界を中心に見ていくっていうような、やり方もあります。多くのケースでですね、問題になっているのは、選び方の方なんですね。つまり、会社の選び方。皆さんどうやって選んでますかっていうことをですね、もう一回考えてほしいですね。面接で聞く定番の質問というのは、学生時代に力を入れたことを教えてください、リーダーシップを発揮した経験を教えてくださいとか、周囲の人を巻き込んでなんか活躍した経験を教えてくださいとか、まあ質問自体はまあほとんど決まっているんですけれども、会社もなんであんな根掘り葉掘り聞くかっていうと、実は選び方に苦労しているわけなんですね、はい、本当にうちの会社で活躍できる人は誰かっていう見極めをしているわけです。ここで出てきたキーワード2つ、選び方と選ばれ方なんですけど、ね、この2つのうちで皆さんが、就活生のあなたがコントロールできるのは何ですかっていうことを考えてもらいたいんですよ。選び方と選ばれ方。選ばれ方っていうのは相手がある話ですよね。相手がある話です。なので自分がどんなに頑張っても、その採用担当者あるいは面接の最終責任者がですね、この人は合わない、うちの会社合わないって思ったら不合格になっちゃうわけですね。で、要は相手が決定権を持ってるわけです。目の前にある事象としては面接に落ちたっていうことなんですけど、なぜ落ちたのか知りたくなりますよね。なぜ落ちたのか知りたい。でも会社は普通これフィードバックしてくれません。多くの場合は、はっきり言って、なんかで足切りされたっていうケースもありますし、単に合わないっていうケースもあるんですけど、どちらかというと、この人はうちの会社合わないって判断されているケースの方が多いです。なぜならまあ面接まで行ってるんでですね、基礎的な学力とかそういうところは多分クリアした上での話だと思うので、この人は合わない。まあ、欲しい人材ではなかった。っていう向こうが判断したわけですよね。なので、実は人間ってまあ誰でも大人になってもそうですけども、自分がコントロールできないことを結構くよくよしたりします。過去に起きたこと、あるいは他人がやってること、これってコントロールできないじゃないですか。過去と他人はコントロールできないですね。だけど、コントロールできるのは未来と自分がやること、この二つだけなんですよ。
で、就活もこれと同じで、自分でコントロールできるのは何か、会社を選ぶことなんですね。だから、ひょっとして皆さん、今、いろんな会社で、まあ、最終選考通らなかったとしても、その時の選び方、もう一回考えてもらいたいですね。おそらく好きだから、昔から知ってるから、っていう選び方あると思うんですけど、もう一つ違う軸を持つとですね、会社の選び方、もう少し幅が広がってくると思います。じゃあ、でもどうやってですね、その会社選んだらいいんだっていうところで、まあ、なかなか実例を、まあ、見れない。皆さんが本当に選ばなきゃいけないのは、会社じゃなくて実は職場なんですよ。どういう仕事をするか。会社っていうのはもう本当に入れ物じゃないですか。だけど、実際に会社を会社として成り立たせるものっていうのは、やっぱ中で働いている人であったり、その人が働いている場なんですよね。これを知ることができたら、あ、世の中にはこんな働き方、こんな仕事があるんだとかね、こんな働き方があるんだ。そういうのは、なるべく自分の中に早めに貯めた方がいいですね。今、3年生の人が、もしこの動画見てるんであれば、まあ、3年生とかなんだ、修士1年の人が見ているんであれば、なるべくそういう会社の事例を多く知るっていうのがいいと思います。で、もし4年生でですね、4年生あるいは修士2年で、なかなか最終関門が突破できないという人がいるかもしれませんけれども、そういう時もですね、ちょっと立ち止まって、自分の中の会社選びの軸って何なんだろうかと。これもね、面接聞かれますよね。あなたの会社選びの軸は何ですかみたいなね。この時に、まあ、いろんなパターンはあると思うんですけど、本当に人事の面接官ね、私もやってましたけど、人事の面接官何見るかというと、本音で話してる動画を見るんですよ。1年に何人もやるんで、分かっちゃうんですよね。理屈じゃなく。あ、この子はちょっと読んでるなとかね。あ、この子は本当に話してるなとかっていうのは分かるんですね。で、そのために、皆さんがやらなきゃいけないのは、いろんな会社の実例を見ることなんですね。いろんな会社の実例を見る。どんな会社でどんな働き方をしているのか。これをですね、ちょっと見てもらうと、少し幅が広がると思います。で、その中から、あ、これかなって思うのが見つかったらですね、そこが新たな会社の選び方。単に好きだからとか、単に昔から知ってるからっていうことではない、選び方っていうのが、できるようになると思います。で、そうは言ってもね、合同説明会とかなくなっちゃってどうするんだっていう話なので、実はですね、私の会社でですね、ある、ウェブサイトを作ったんですね。で、今日はね、ちょっとそれを、ご紹介しようと思います。それでですね、作ったサイトは何かっていうとですね、今こちらのサブ画面の方に出てると思いますけれども、採用動画チャンネルっていうのを、まあ、作ったんですね。実は最近 YouTube でですね、いろんな会社が自分の会社の採用情報を出すようになってきています。で、ロボットでですね、これを動画を全部持ってきて、ここに一覧で表示するようにしています。それで、ここにある会社はとても、本当に、有名な会社はどっちかというとほとんどなくてですね、本当に地域に密着した、小さいけれどもいい仕事をしている会社っていうのが、いっぱい出てきます。で、例えばなんですけど、使い方として、まあこれ上から順番にこうやって、まあ見ていきますけれども、本当に、いろんな仕事ありますよね。これ、日立市とかですね、宮古市とか、公務員の採用っていうのも結構あります。はい、こういうふうにいっぱい出てきます。で、例えばこの中からですね、まあ一個、ちょっとまあ見てみようと。一回クリックするとですね、例えばこの株式会社朝日広告社っていう会社ありますけれども、ここにですね、まあこれはおそらく社長のインタビューだと思います。これ YouTube 見るってやるとですね、YouTube の画面が出てきます。で、そうですね、こうやってまあ動画始まりました。トップインタビューって点で、これはまあ社長のインタビューですね。創業からこれまでの会社についてというふうに言われています。朝日広告社の創業からこれまでですけれども、はい、社長がしゃべられてますよね。設立をさせていただきます。で、これ、YouTube の場合はですね、ここに、この株式会社朝日広告社と書いてますけど、ここを見たときに、
多くの場合、ここに概要欄ですね、会社の情報とかって、まあ、出てる時が多いんですけど、この会社はまあ なかったんで、どんなことやってるのかなって言って、これでまた Google で検索してみましょうと。もう出てきます。で、こういうふうに、まあ出てきました。これはおそらく横浜スタジアムですね、神奈川県にある会社だと思います。で、見てもらうと、ここに採用情報っていうのがありますよね。こういうのを見てもらうと。そうすると、どんなことをやってる会社なのか。ありました。新卒正社員の募集に関して、営業職。はい。ここに来てますね。で、リグナブ22と、2022と。まあ、こういうふうに繋がってくるわけです。採用の動画を置いてる会社はですね、もう本当に多くなってきましたね。検索画面もつけているので、ここだ、ね、検索の。例えば、何がいいかね、営業と入れて、プチッと検索をすると、こういうふうに営業職に関連しそうな動画っていうのが、まあ、出てくるケースもあります。それから、あとは、何ですかね、視聴回数ランキング。視聴回数ランキングっていうのは、視聴回数の多い順に、まあ、最初は並べるんですけども、このボタンを押すと一番最後まで飛びます。一番最後まで飛ぶとですね、視聴回数そんな多くないんですけれども、実は視聴回数が多いからいい会社かどうかっていうことは僕はあまり関係ないと思っていて、動画のね、良し悪しとかありますけれども、こういうのをちょっと、まあ、ブラウズしてみるとですね、あ、こんな会社ってこんな仕事があるんだとかですね、っていう、その自分の中での、この想像できる幅が、広がると思うんですよね。はい。まあ、もともとこのサイトは、私、今年はその中小企業向けの採用支援っていうのを、少しやろうと、やっていこうと思っていまして、で、どうしても中小企業の方がですね、まあ、求人に対して、なかなか人が集まらないっていう状態にあります。就活生の皆さんからしてみればですね、まあ、なるべく大手とかですね、安定したところとか、まあ、知名度のあるところ、まあ、入りたいっていうのは、もうこれしょうがないと思うんです。だけど、私は本当にその、いろいろな中小企業の方とお話ししたり見てるとですね、会社が小さい方が、成長できる可能性は、僕は高いと思うんですよね。で、なぜかというと、会社が小さいんで、いろんなことを本当全部自分でやらなきゃいけない。そうすると、同じ1年間の経験でも、中小企業の方がですね、圧倒的にいろんな経験ができるわけなんですよ。大企業どっちかというと、やっぱり歯車っぽくなっちゃうのは、これはね、もう避けられないです。なので、まあ、ここに出てるのはですね、割と中小規模の会社が多いと思うんですけど、でも自分のその中でですね、仕事って何なんだろうか、とか、働くってどういうことなんだろうか、とか、どんな人がどんな思いで会社を経営してるんだろうか、とか、そういうのをですね、情報として知っておくっていう、少し、なんつうの、その、就活の、まあ、エネルギーチャージの時間みたいな。そういうので、これ使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。このサイトのアドレスはですね、動画の下の概要欄のところに貼っておきますので、まあ、ちょっと時間があったらですね、見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。就活がうまくいかないとき、問題はですね、自分ができることを考えましょうということです。選ばれ方のテクニックってもう、まあ世の中にもういっぱいあるんでですね、それを見たいときは、まあ皆さんそっち参照してもらえばいいと思うし、就活力とかあるとか思うんですけど、元人事部長の人事コンサルとしてですね、皆さんに言いたいことは、選び方ね。選び方の幅を広げましょうと。いうことなんです。で、前だったら、就活イベントとかね、あった時には、まあ、それでなんか見れたかもしれないけど、でもそれ実は表面的だったりとかしてさ、あまり中までこう、詳しく見れなかったりするじゃないですか。でも今はもう動画の時代、5G の時代じゃないですかね。もう皆さんの時代なわけですよ。せっかくこれだけ動画を見る環境が整ってきていて、会社側も、まあ、こうやって一生懸命ですね、動画を作ってるわけなので、まあ、そういうところからですね、あ、こういう会社はこういうなんか PR の仕方をするんだなとかいうこの事例がですね、本当に自分の中に溜まってくると、ちょっと今までとは違う目線でのその会社選びっていうのができるんじゃないかと思います。はい、今日は就活生で不安になったらちょっと見てもらいたいなと。ポイントは何か、会社を選ぶとき
バリエーションというかね、バリエーションというか、経験値というかですね、世の中にはどんな仕事があるんだっていうのをですね、まあ、今知るいい機会だと思うんですね。まあ、よかったら、このサイト使ってですね、知識、それから経験を、まあ、増やしていってもらえたらいいかなと思います。はい。じゃあ今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。それではまた。